日後の石膏は、今西助行著の児童文学。最初の書籍化は1965年、実業の日本社館。2008年までに、岩波書店ほか複数の出版社から刊行されている。1966年第6回日本児童文学者、協会賞受賞作品。他にも第4回 NHK 児童文学奨励賞、第4回国際アンデルセン賞国内賞を、 受賞している。江戸時代後期に実在した日後の石膏岩永三五郎が薩摩藩に招かれ、光月川五国橋などを築いた史実をもとにして表された児童文学書である。書室は坪田常治主催の美和の実学校認から7号であり、1965年の書籍化で大幅に開講された。その後、歴史的事項ほか種の遂行がなされている。 本作品は文学作品であり、史実をとにしているが、創作も加えられている。地方の民衆に焦点を当て具体的な史実を取り上げることによって、従来の偉人伝、英雄譚に偏っていた児童文学に一石を投じることとなったと評価されている。坪田常時はこの作品について、今までこんなに真面目な児童向きの小説を私は読んだことがありません。 作者は、作中の主人公、岩永三五郎に、まるで自分の人生問題を託して、それを解決させようとしていると述べている。1969年年12月、全身座により、日後の石膏が、新橋演舞場にて上演された。日後の石膏、岩永三五郎は、その実績を買われ、薩摩藩に招兵され、石橋を築くこととなった。しかし、 それらの橋には、攻められた時に、ようになる石を取り外すと全体が崩れ落ちるような、特殊な仕掛けが施されていた。薩摩藩は、この特殊な軍事機密を知っている三五郎たちを肥後に、返す気がなかった。三五郎配下の石膏たちは、帰路の途中、薩摩の死角に襲われ、三五郎もまた、徳之島の人志という死角に狙われた。しかし、徳之島の人志は、 サンゴロウの人となりを知り、藩の命令に疑問を感じて苦しむ。人トは、結局、サンゴロウの身代わりに小敷を殺して、薩摩藩へと戻る。一方、サンゴロウは殺された小敷の維持を日後に連れ帰るが、親のあだと恨まれてしまう。サンゴロウ、維持たち、徳之島の人トの思いと苦しみを含みながら、話は進行していく。ありがとうございます。